大谷校長は、明治時代から昭和時代にかけての浄土新宗の僧法名は、千所。東本願寺、第24代保守。新宗大谷派官長。白尺。昭和天皇の議定にあたる。1903年10月1日。東本願寺、第23代、少女の長男として誕生。1924年5月3日。 大谷大学在学中に、国宮みや国飛行の三女で、広順皇后の妹にあたる智子女王と婚姻。1925年9月、財政問題の責めを負って退任した、父、昭雪の後を受けて、第24代保守に就任。1947年、妻、智子浦方と共に合唱団、大谷楽園を結成する。仏教音楽を用いた教家を推進するなど、 活躍する。九百四十九年、連御承認百五十回ご延期放用をご認九百六十一年、周素心男性人七百回ご延期放用をご認九百六十九年四月、私が兼務している保守、本願寺住職、艦長のうち、艦長職だけを、長南高昇進門に譲ると発表する。改新事件を契機に、協議解釈や、 中派運営の方針、財産問題等をめぐり、改革派が主導する新州大屋派内局と対立。1981年6月、光、投了を支持する者も,も少なくなかったが、内局との紛争に敗れ、新州大屋派胸乗りが改正され、自身の地位が、中祖親鸞以来の宝刀を継承する教団の、指導者という絶対的、保守から、教団すべての僧侶、 門徒の代表という実験を持たない象徴的、文首へと移行される。教団の主導権を失った後も光徹は、本願寺の伝統に反する行為として、これらの動きを一貫して認めず、門主制移行後は、公式な場に姿を見せることはほとんどなくなる。1987年、内局は、宗教法人、本願寺を法的に解散し、 宗教法人、新州大谷派に一体化する。本願寺の正式名称は、新州本領となる。1993年4月13日、89歳で、自弱。保守在職期間、67年。光、徹の没後、新州大谷派、第25代門首には、大谷徹順の長男である当時大学生の、大谷成重が就任したが、 未成年であったために、鍵役の大谷縁へが、文首代行を務めた。しかし、1996年1月、成重は、父トール淳、弟、大谷実情と共に大谷派から離脱してしまい、正式に、文首継承式を行っていなかったので正式な、文首ではないこととされた。そして同年、光、トールの三男大谷トール明が大谷派を継承し、 正式な新州親や派、第25代門首となった。ありがとうございます。